湯島道場解説。五十界は一大組織へと成長していったが、空手界はそれとは別に流派統一の機運が高まっていた。日本武道館などからの要望により、和道流や指導流、日本空手協会のトップと会談を重ね、流派の垣根を越えた空手道の一大組織、全日本空手道連盟が発足。山口剛源は元老の任に就いた。山口剛源の末娘、山口和歌子。戦後の混乱も収まった昭和26年に東京で生まれ、9歳になったある日、荒々しい男たちが稽古を繰り広げていた浅草専属道場に放り込まれた。生まれた時から五十流空手道の中で育った彼女は、瞬く間にその才能を開花させていった。10代後半から20代にかけては数々の競技大会で輝かしい成績を収め、空手界のアイドルとして一躍メディアの注目を集めた。父剛源の教えにより、和歌子師範の空手道はさらに大きく開花していく。Okinawan Geki Sai, or more fundamental. Now here, Yamamoto Sensei is seen with some of the other black belts discussing the summer training camps. You can see the architecture in the background, the forest and so forth. It's the style of architecture and the idea of the forest is very dear to the hearts of Japanese people within the strict Shinto religion. Now, Shuari, a test of strength against Japanese style wood tiles. Okay, the idea of testing the forest is that we'll be right back.
間合いに関して何しろこうこれ分からないのかと、もうちょっとその縦の動きではなくてその横の動きを、そして必ず重心はバランスのいい状態を保つ、前にかがんでしまったり横に行った時の人のものの足払いですね、ポコンポコンひっくり返してました。現在の試合の場合にはもう全部前後ろでしょ、動きはね、前後の動きでしょ、親父の組手は前後じゃなかったですよね、こう円形を変えてね。それは技を受けるときにこう横にさばくということですか。いや、ね、足の運びがね、そもそもそのこのこういう動きになるんですよね、こういう動きだったんですよね。相手がこういるときにこういうふうに回ってくるんですね。だから前後じゃなくて組手はそのいつも丸かったんですね。左右右下がって左下がってこういう足のさばきをするんですね。ちょうどルンバみたいなんですよね、ルンバを踊ったね、いわゆるダンスの足の運びに似てたですね。親父の場合には前蹴りと横蹴りですね、前蹴りと横蹴り、それでその前に終わるんじゃなくて終わった時にはその逆のとこ行ってるんですね、こっちにいてその前にいてもうこっちに来てるんですよ、ね、だから前にいないんですよ。普通だったらね、右足が前だったらね、左の前蹴り、左足が前だったら右の前蹴りでしょ。親父の場合はね、右足が前でね、右で蹴るでしょ。横蹴りもそうでしょ、横蹴りもね、前足の横蹴りだったんですね。後ろからこのいわゆる回し蹴りっていうんじゃなくてね、前足で横蹴りで、それが軽い横蹴りじゃなくてね、力があってからですからね、まあ一番ね難しいんです、あれは。そして昭和53年、山口剛源と同じく劉祖宮城長順に師事した八木明徳師範率いる沖縄空手道剛柔会との合同による宮城長順先生25周年祭顕彰大会奉納演舞会を明治神宮会館にて開催。
Sensei address some of his black belts and encourages them to train hard. And he is now going to perform the Suparinpe kata. Suparinpe means 108. It refers to 108 vital points in the human body. It is the highest level and most advanced Goju-Ryu kata. It begins with the same three-step pattern that we've seen in Sanshin, Seisan, and Sanseiryu. Stepping and thrusting. Now, Suparinpe originally comes from China. It was actually called Pechuri. 昭和62年、空手道修練の指標となるべく同心を記した。空手道の中での教え方は技術もさることながら、やはり精神であるというのはこれは当然ですよね。でやはり父自身が五十流という技術と道という部分を空手道で教えてきた中で、何か父の意に沿わない部分がやっぱりあったんですよね。それは自分自身にも言えることでしょうし、ですから同心という言葉を残したのは、まあ非常に厳しいことをね、言葉の中で言っているのは、自分の弟子に対して言っている部分と、私は自分自身に言っている部分とがあるのではないかなと、これは私の考えですよ。あのまま言葉を取ると、やっぱりその道の在り方っていうものを説いているけど、やはりこれはそれを自分で教えてきた父の中にも、私はあの同心を自分の戒めにしてるんじゃなかろうかなと、今私もこの年になって思いますね。晩年に至ってもなお己への戒めを貫いた山口剛源、これは生前最後の映像である。you
これが五十流の息吹のプリズの切り方。